わっさっ、ヤピマルです。はい、ということで今日はですね、皆さんショップを開いたらこんなセールが来ていると思います。スペシャルオファー、黒のね、スペシャルオファーとピンクドラゴンプリモのスプリングセールと、暴走隊スプラトのスプリングセール、こちらが来ていると思うんですけども、めちゃくちゃ安くなってます。はい、このスペシャルオファーメカクロに関してはレジェンダリースキン、レジェンドリアスキンなんですけども、半額149エメラルドみたいな感じになってて、でさらにピンクドラゴンプリモ、こちらはハイパーレアスキンで149エメラルドが39エメラルドになっていると、 75% オフで、さらにこの暴走隊スプラト、これあのスーパーレアのスキンなんですけども、実際これねエメで買うと800円ぐらいするんですよ。それが160円ということで、めちゃくちゃ安くなってるんですけども、今回ねちょっと引っ掛けというかがありまして、こういうセールが1週間続くらしいんですよ、今週公式枠ね。はい、で考えた時に、まあロード画面も変わったと思うんですけど、メカになってるじゃないですか。で考えた時にクローの他にあとモーティスとエドガーとボーが来るんですよ。でさらに今月メカコルトとメカレオンが来るということで、そこら辺が欲しい方は、まあ、このクローはいらないんじゃないかなっていう風に思います。やっぱ高いんでね、全部買うのはさすがに高いんで、うん、なのでクローの、まあ、クローがめっちゃ好きですよって思って、このメカクローはずっと欲しかったんですよって思う方は、まあ買ってもいいと思います。てかそうだったら絶対買った方がいいんですけど、正直ね、そう、あのメカコルトとメカレオンも出るし、あの人気のキャラのモーティスとか、あのエドガーとかね、結構かっこいいのもおそらく今後てかこの1週間の中にスペシャルオファーとして来る可能性があるんですよね。はい、なのでそこら辺は考えておいた方がいいのかなって思います。まあ、ただそのレオンとコルトは新しいスキンなんで、オファーとして来るか、セールとして来るかはちょっとわかんないですけどね。うん。だとしてもそっちが欲しい人は買わない方がいいです。で、このプリモとスプラットに関してはマジで安くなってるし、安いじゃないですか。160円とか。まあ、だからこれは買ってもいいと思います。うん。そんな痛くないでしょ。160円とか、小学生もお小遣いで買えるやん。正直言うとね、はい、っていう感じなので、まあこのスプラウト、しかもこのスキン結構人気なんですよ。はい、だからこっちは買ってもいいかなって思います。で、あとこのピンクドラゴンプリモ、これはね、このピンクとあと緑があるんですけど、まあ、プリモの中ではかなり良スキン、いいスキンなんですけど、いろいろねあるじゃないですか、プリモの中にもスキンが、まあ、その中でこのピンクとかが欲しいんだったら、まあ、買ってもいいのかなって思います。最近ベイビーシャークプリモの限定のスキンが来たことによって、まあ、そっちでプリモのスキン買ったから、まあ、いらないなって人は買わなくていいのかなって、思います。はい。ということで、セールの説明は以上です。で、今から、こいつら使ってちょっと、ブロスやっていくんですけども、最後にね、スキンの評価、またやっていこうと思います。まあ、ちょっとね、本当は1体ずつ出したかったんだけど、時間の猶予がないんですよ。18時間、全部。明日の、夕方4時にはもう変わってしまうと、はい、いう感じなので、まあ体感ビビッと来たやつだけ買おう、ビビッと来ないで悩むんだったら買わなくていいです。お金に余裕あるんだったらもう全部買っちゃおうっていう感じで、よろしくお願いします。では使っていきましょう。はい、ということで言い忘れてたんですけども、メカ系は1つ買うとこの2つもね、入手、あれこれ買えるようになるんだっけ、多分ね安いエメラルドで買えるようになるっていう感じなんですよ。はい、なので、まあ、今のうちに1個買っておくっていうのは、まあ、ありっちゃありかなって思います。これ買ったら、まあ、十何エメとかそんぐらいのやつで、このナイトメカクロウとゴールドメカクロウが手に入るよっていう感じになります。まあ、他もね、モーティスとかエドガーもそういう感じなので、本当に悩んで買うようにしましょう。結構高いので、はい、よろしくお願いします。はい、ということでやっていきましょう。今回メカクロウの普通の方を使っていきたいと思います。でね、今クロウはね強くないんですよ。その理由が、まあ、こういう編成が来たらね全然刺さるんですけど、やっぱチャーリーとかラフスとか、なんか今強いやつがクロウに対してちょっと強いみたいな感じなんですよね。でアンジェロとかも正直そのクロウ来たら全然射程勝ってるし、まあ、ほぼワンパンで倒せるからね、まあ、そういうのもあるからちょっと今の環境ね弱いかなって言われています。ただこの編成は結構相性いいっすね。でこういう草が多いとこ、例えばダブルレールとか、まあ、そういうとこもね結構強いんですけど、結局チャーリーが来るとまた話が変わっちゃうんですよね。こうやって
こうやってね脳天着地して入れていくと、じゃこういう編成はマジで美味しい。マジで、あの本当に前強かった理由はこういうのが多かったからなんですよね。こんな余裕っすよと。で配置溜まったよねって、配置溜まったよね。これ勝てるかな。火力の強い、そしてキルエフェクトも入っている。でここでスローダウンする。いや強い、あこの試合は強いでした。うん、この試合は強いでした。はい、という感じでね、黒、うん、まあもう次行こう、プリモやるわ、プリモ。はい、ということでやっていきましょう、プリモ。まあ正直こちらのスキンは持ってるってか買ったんですけど、実際使ってないですね。やっぱいろんないいスキンがあるということで。てか、きつっ！これ待って、めっちゃきつい。やばい、これきついよ、俺。いや、これマジきついんだけど。お、でかそれ。おー、でかい。え？おえ？おーのー！まあでも、ウルトたまった。まあ、プリモはね。一方的に勝てるキャラクターではないので、ウルト貯めるまで。タンクってそうだからね。食らったらウルト貯まるから。うわぁ、これパスして。あざーす。オッケー。危ない。めっちゃ怖かった。いや、こういう編成来ると本当にしんどいから、許してほしい。マジプリも無理。こういって待ちすぎる。いやーでもまあウルト溜まった。でハイパーチャージジャッキー倒してやられる。オッケー。サージがサージが行くか。まあ行かなくても全然いいよ。オッケー。まあ俺ハイパーチャージ溜まってるんで、ここいらね。危なっ、怖すぎる。はい、ハイパーチャージ、ほい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 。おお、どうどうで、いやー届かんかったー、シュートしてーんだみんな外すとねこれやるんでみんな外すとこれやるからねみんなも使ってね。俺最近流行りのスタンプピンズ。オッケー、ウルト溜まったわ。これここでいくか。強すぎる、タンクに全員強すぎる。しかしでもね、コーディレスとかは正直もう突っ込んでガジェット使わせまくってっていうのが意外といいかもね。あーやばい、それはやべえ。もうこいつないからね、正直。いくらタンクを好きでもご利用されたら負けると。はい、ここがタンクの強いところ。まあまあ悪くなかった。はい、ということで今日最後はスプラウトを使っていきたいと思います。まあ実際これさっき最初の方に言ったと思うんですけど、かなりいいスキンというか人気のスキンなんですよね。まあその理由はやっぱ安いっていうのと、まあ、あとは見た目も可愛いし、あとはねこの弾がね太い、実際弾がちょっと太く感じるんですよね。これがまあ人気の理由。あと動きやすい。うん、そう。ナイス。それがね、このスキンの人気なとこですね。まあ、なので、俺結構これ使うんですけど、本当におすすめっすね。他のスキンって、まあ、見た目可愛いし、やっぱ全体的にね、なんだろうな、高いスキンとか、キルエフェクトはないけど、いいんですよ。いいんだけど、当てづらさがあるんですよね。これってね、結構標準に近いんですよ。まあ、そういうのもあって、ね、かなりいいスキンだと言われております。終わりだ。終わったわ。はい。ということで、最終評価やっていきたいと思います。いつもね、S から C でランク付けしていたんですけども、それぞれね、ちょっと S と S のランクが出た時に、じゃあどっちを買えばいいのみたいな感じになるんで、ランク付けやめます。点数だけにします。はい。で、点数の振り分けもちょっと新しくしたので、説明しながらやっていきたいと思います。ではまず一つ目なんですけども、見た目ですね。見た目は微妙、悪くない、いい、とてもいいの4段階評価にしました。で、この
メカクロウね、メカクロウのスキンの見た目の評価は、まあ、僕的には2点です。うん、まあ、やっぱ正直あんま刺さってないです、僕の気持ちね。うん、なんかそんなかなーって感じなんですよ。でも、まあ、やっぱロボット好きな人もいるなーって思って2点にしようって思いました。うん、いいか悪いかで言ったら悪いんですけど、そう、ただロボット好きな人もいるよなーと思って2点。はい、こんな感じです。じゃあ次、エフェクトですね。エフェクトは微妙、通常と同じ、普通、シンプルにいい、ハイパーチャージが切るエフェクトがついてる、この5段階評価あります。5点満点で、今回このメカクロはレジェンドレアなので、まあ、当然ね、切るエフェクトがついてくると、そうなってくると、まあ自然とね5点になるということでね、エフェクトは5点でございます。で、次、入手方法、まあ、こちらもね、ちょっと今までレアリティっていう感じで値段で分けていたんですけど、今回ちょっと変えました。エメでいつでも買える、エメとジュエル使っていつでも買える、で、あと限定、これでね3段階評価にしました。で、エメでいつでも買えるが、まあ、1点なんですけども、まあ、今回このメカクロウはね、レジェンドレアスキンということで299エメラルド使うんですよね。ジュエルで買えないスキンということで、まあ、1点です、値段に関しては。はい、そういう振り分けにしました。で、次、音ですね。音は評価基準3個あって、微妙、通常と一緒、音消えてる、もしくはボイスチェンジって感じですね。で、このメカクロウは、まあ、ボイスチェンジが入っているので、3点でございます。はい、3点満点。で、ラスト、使い勝手ですね。使い勝手もちょっと加えました。で、使い勝手の方は、微妙、普通、いい、この3段階評価なんですけども、まあ、正直、普通です。はい、別にこのスキンだからいいとか全くないので、普通です。悪くもない。ということで、2点。はい、ということで、合計すると、見た目が2点、エフェクト5点、入手方法2点、音3点、使い勝手が2点、合計で14点でございます。18点満点中の14点、この黒のスキンはね。はい、ということで、結構いい点数ですね。正直言ってしまうと。これ以上あるとしたら、まあ、不死鳥クロウかな。同じレジェンドで。比べるとしたら、不死鳥クロウの方が、まあ、1点ぐらい。1、2点ぐらいかな、上になってくるので、まあやっぱ不死鳥クロウが一番クロウの中ではいいのかなって思います。ただ、このメカクロウのいいところは、買ったらめちゃくちゃ安く他2つのスキンも買えるということで、評価高めでいいのかなって思います。しかも今安いっていうのがね、結構いいと思うんで、まあクロウが好きな方で余裕ある方は買ってみてください。はい、ということで、じゃあ次プリモのスキンやっていきたいと思います。まあ、こちらのスキンの評価、まず見た目からやると、見た目はまあ4段階中3点の E ですね。はい、いい評価なんで3点です。はい、見た目3点。で、次エフェクトなんですけども、まあ通常と一緒ではなく普通かな、普通ぐらいですよね。うん、普通だと思うので3点。で、次入手方法、入手方法はこちらはハイパーレアスキンで、まあ、いつでもエメとジュエルで買えるので2点。はい、って感じですね。で、次、音なんですけども、まあ、通常と一緒っすね。完全に。なので2点。はい、2点です。で、次、使い勝手。使い勝手は、まあ、3段階評価中、まあ、普通っすね。普通なんで2点。っていう感じで、以上。上からいくと、見た目3点、エフェクト3点、入手方法2点、音2点、使い勝手2点ということで、18点中12点です。おめでとうございます。はい、まあ、正直プリモのスキンの中で、まあ、中間ぐらいかな、中間のいいより、いい方よりですね。うん、まあ、なら全然買ってもいいと思う、安いし。はい、という感じでした。はい、ということで最後こちらのスプラウトやっていくんですけども、こちらの評価、まず見た目なんですけども、4段階中、3点でございます。はい、まあ普通いいぐらいですね、見た目。うん、結構好きなんですよ俺。まあなんかこれね、個人の感想を含めちゃうとそういう感じになっちゃうかな。いい、うん、3点ですね。で、次エフェクトなんですけど、こちらシンプルにいいです。で、なんでかっていうと、まあ、色がですね、まあ、この紫色な感じが俺、まあ、結構好きで、だとこの破裂のところも、この色なんですよ。これ、好きなんですよね。まあ、これも人によっちゃうと思うけど、だからちょっとひいき入れました。ヤピマルひいき。まあ、あとは、このスキンの周りの評価、結構人気なんでね。はい。まあ、4点にしようかなと思いました。はい。次です。入手方法。入手方法は3段階中2点です。
M でも GL でもいつでも買えるということでね、まあ、やっぱ安さもね結構得点にはプラスされていくということでね、はい、こちらのスキンかなりいいと思います。で次音なんですけども、3段階中2点です。通常攻撃と一緒な、あ、通常スキンと一緒なんで2点で、ラスト使い勝手こちらね3点でございます。これさっきも言ったと思うけど弾がでかいんですよね。しかも自分も当てやすいっていうのがポイント。他のスプラウトのスキンってね、相手避けやすいけど自分も当てづらいみたいな感じのスキンがあるんですよ、まあ、なんですけどこれはシンプルにでかく感じる、でかく感じるんで、まあ、個人的には3点使い勝手がいいということで、合計が、見た目3点、エフェクト4点、入手方法2点、音2点、使い勝手3点、合計14点でございます。18点中14点ということで、さっきのメカクロと同じぐらいこのスキンはいいんですよ。はい、なのでこちらのスキンマジで買っていいと思います。スプラトのスキンの中で、まあ、僕かなり好きな、はい、お気に入りのスキンなのでね、よかったら買ってみてください。ということで、じゃあ今日は3つ紹介してきました。本当は本当に一体一体紹介したかったけど、まあもうどうしようもないよねということで、終わります。ということで、じゃあ今日はこんな感じで終わりましょう。皆さん、それではだ、バイ。